どうも、コウズです。今回ですけども、元 AKB48 本田仁美、韓国で再デビュー、ジェジュンプロデュースシンガールズグループへの所属発表ということで、Yahoo ニュースになっておりますが、元 AKB48 の本田仁美、過去ひとみが、ジェジュンが設立したマネジメント会社、インコードでいいんかな読み方。より、10月にデビューする新人ガールズグループ、Say My Name の最後7人目のメンバーとなることが分かったと、同グループの公式 SNS にて9月13日発表されたということで、ジェジュンさんっていうのは東方神起のメンバーだった方で、ヒーちゃんは7人目ということですが、グループの中では最年長になるっていうね、22歳、もうすぐ23歳で、他のメンバー10代の子が多いみたいですけど、なんかね、今日いきなりニュースっぽくなっててね、ちょっと触れて、とりあえず触れてみるかっていう考えで、ちょっと動画を回し始めたもののですね、まあ何を話せばいいかっていう、本末転倒ですけど、まあ、ただ48グループ出身で K-POP ガールズユニット、宮脇さくらさんがね、今現状、ルセラフィムですか、まあ、アイズワン経由、ルセラフィム行きということで、まあ、結構ね、人気がある、じゃないのっていう、まあ、あんまよく分かってないんだけどね、人気あるんですよね多分ね。あとは高橋ジュリさんがなんか言ったんだよな、なんだっけな、ロケットなんとかみたいなやつ、でもなんかあんま振るわずだったような気がする。だから、なんか韓国のその芸能市場っていうのは、まあこれなんかで一回調べたっていうか、なんか見たんですよ、なんで韓国はそういうパフォーマンスに特化してその K-POP アーティストっていうブランドを作れたのかっていうのは、韓国はやっぱその人口が、やっぱ日本は1億何万人いません、まあね、統計上どんどん減っていくんだけど、韓国は5000万人とかじゃないですか。だからどうやって外貨を獲得しようか、で国土も決して広くない、っていう中で、そのね、サムスン電子とかね、そういう製造業の会社メーカーさんもありますが、そのエンターテインメント、要はなんだろう、製造する、何かものづくりではなくて、そのエンタメを提供するっていうところで、その外貨を獲得しようっていうふうに、まあ、国家プロジェクトの一環として、まあ、そういう芸能 を特化して強化していくっていうのは、まあ、ある種国策の一環で、やってきたというふうな背景が、まあ、韓国にはあると、まあ、なのであれだけそのパフォーマンス、ダンスだったり歌だったりが、まあ、非常にそのレベルが高いと言われてますし、まあ、ビジュアルに関しても、ね、まあ、日本からもね、だって整形旅行じゃないけどさ、整形で韓国行く人めちゃめちゃ多いじゃないですか。でやっぱそういうのって、やっぱそういうふうに政府が後押しして、そういうふうにしてきた、わけですし、とはいえみんな目指すわけですよ。だし韓国としてもそんな国を挙げてやってる事業というか、取り組みなわけじゃないですか。で そうなるとやっぱその精鋭、えりすぐりの精鋭たちにそういうふうにやらしたいわけじゃないですか。でそうなるとやっぱり何人もが成功するわけじゃなくて、やっぱり成功者はほんの一握り、やっぱ競争率はその韓国国内の中でもやっぱ高いと、だからやっぱりそれで、ダメだった子の方が当然多いというふうなのは、まあその当時読んだ記事だったかな、なんかそのいろいろね、そういうのなんか書いてるのがあって、それすごい熟読したことあるんですけど、一回、ああなるほど、だからそのそもそもになんか日本と文化が違うんだなみたいな。でもなんか韓国はその日本のその芸能のいいところを取り入れたみたいな、そのジャニーズ事務所とかなんかそういったところのなんかいいところを取り入れて、なんかそのオリジナルのエッセンスを加えてなんか独自に進化したみたいなのなんか書いてあった気がするんだよな。そうだから、だから日本のそのなんだろう、芸能の仕組みっていうのも、そのなんだろう、タレント育成システムみたいなのも、なんか多少取り入れてるんだけど、まあよりなんかその研ぎ澄ませているっていうのが韓国式らしい。で、まあそれをやっぱりその K-POP アーティストという一ブランドとして築いて、まあ世界でも渡り合える、世界からも評価されて、世界からお金が集まる、そういったアーティスト作りを、まあ、やってきているし、まあ現在進行形、なので、やっぱりこう、その東方神起、まあ、自分が演者だった人じゃないですか、ジェジュンさんって。でもそれが要はマネジメントをする側になってるわけでしょ。だからそのやっぱそういう風な流れがあるんでしょうね。でやっぱひーちゃんもね、アイズワン経由 AKB 経由
この何、Say My Name 行きということで、結局チーム8でね、栃木県代表として、まあひーちゃんはアイドル人生、芸能人生を歩み始めたわけですが、 AKB 韓国、 AKB 韓国っていう、まあそういう感じですね。さくらたんも HKT、 HKT 韓国、韓国みたいな感じじゃないですか。だそう、なんかそう、やっぱ、アイズワン行った頃、まあ、なこちゃんは今ね、女優業頑張りますみたいな、別の動画でも触れましたけど、なこみくインタビュー動画でね、なこちゃんのインタビューではもうね、今女優業頑張りますみたいな、言ってましたけど、まあ、それぞれの人生ある中で、やっぱりね、そのガールズグループ、だこれ、言い方には言い方の妙だなというふうにも思いましたけど、アイドルではないんですよね、多分、女性アイドルユニットとかっていう言い方ではない、ガールズグループって、だからやっぱりその、なんだろう、ちょっと一線を隠すんじゃないですか、ただその、新しく出てた写真見ましたけど、なんかね、俺、ひーちゃん、放狂したのみたいな、思う感じだったけど、あれは分かんないですね。なんか、放狂したのか、詰め物をめっちゃしてるのか分からないですけど。あと、顔に関しては、その空白期間があると整形してるんじゃないか疑惑ありますけど、もはや分かんないですね。整形してんのか、メイクでやってんのか、もはや分かんないです。ちなみになんかその、韓国に整形旅行行く人いるじゃないですか。で、あれって、例えば日本から韓国行くじゃないですか。で整形するじゃないですか、顔変わるじゃないですか、パスポートと顔違うじゃないですか。でそれってどうしてんのかなっていうのは率直な疑問として僕持ってたんですけど、ちょっと行った人に聞いたら、なんかあれはなんかそういう病院というか、その整形したところがちゃんとその証明書を出してくれるらしいですね。ビフォーアフターの写真なのか、その書類付きなのか分かんないけど、なんかそういう書類があるからちゃんと出国できるみたいな、なんかへーと思って、だからまあそれぐらいなんか韓国っていうのはまあそういう国なわけですよ。その整形するのもなんだろう、その安くできるとかね、なんかあるみたいですし、やっぱそこら辺こう特化してる、まあ、国でもあるし、だからやっぱ J-POP と K-POP やっぱ違いますよね。日本型のアイドルと韓国型アイドルはどうしても違うし、やっぱ日本のアイドルが K-POP アイドルの真似をしても真似事止まりになっちゃうんだよな。もうそれの最たる例が SDN の初期じゃない、ミンミンミンとか、もうガガガとかさ、もうあれは当時の韓流アイドルの影響をもろに受けた J-POP ナイズされたあの曲だったりパフォーマンスだったりするからさ、あれああなっちゃうんじゃないなんかそんな気がするな。だから、ひーちゃん自身がね、どういう風に成功するか分からない。まあ、年齢も年齢ですけど、まあ、女性、新人ガールズグループですからね。アイドルよりはね、寿命は長そうですけど。だし、まあ、その韓国でキャリアを積むっていうのが、まあ、今後のキャリア形成にもつなげたいっていう意図があるんじゃないですか。その演者だった人が、その裏方に回るっていう流れができてるっぽいからね。そのマネジメント、演者だったけどマネジメントやるとか、その演者だったけど、その何レッスンプロじゃなくてさ、なんかその、ダンス講師みたいなのになるとかさ、そういうのもあるんじゃないかな。そういうのも見越しての、まあ、韓国再挑戦なのかなというふうに思いますが、いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。